噂の相手とのゴールインは、井上真央佐藤健が二人で横浜桜木町駅前のデートスポットに現れたわけ。本作で佐藤が演じるのは、事件に巻き込まれて命を落とし、幽霊になって現世をさまよっている男直樹。そして、井上は彼の死を受け入れられないヒロインゆい、ゆいを演じる。ここに、松山健一、37、扮する霊媒能力を持つ刑事が加わることで、運命が動き出していく、というファンタジーラブストーリーだ。この日撮影していたのは、まだ直樹が生きていた頃のデートシーンなのだろう。二人は肩を寄せ合い、楽しそうに歩いていく。佐藤といえば、先日、綾瀬はるか、37、との電撃結婚説が突如として報じられたばかり。本誌も、21年の11月、義母と娘のブルース・キンが新年スペシャル、TBSK のロケ帰りに佐藤と綾瀬が一緒に帰郷する様子をキャッチ。この時、綾瀬が佐藤に、竹ちゃんから、と呼びかけるなど親密そうに話していたのを目撃している。これを機に、二人の熱愛がまことしやかに噂されるようになったのだ。しかし、芸能リポーターの城下孫志氏は次のように語る。佐藤さんは21年に大手事務所から独立したばかりですし、今は俳優としての今後を占う大事な時期でもある。一方の綾瀬さんは CM 収入が多く、結婚ともなれば事前に関係各所への根回しは必須。二人とも主演クラスなので、熱愛はともかく、すぐに結婚は考えにくいですね。一方の井上も、松本潤、39、との復縁案結婚説が、これまでに何度も取り沙汰されているが、井上の方が結婚を望んでいるかもしれませんが、松本は、嵐のメンバーの中でも自身がアイドルであることを一番強く自覚しており、いかに女性ファンに支えられているかということもよく認識している。復縁している可能性は十分ありますが、結婚となると、現在、松本は主役を務める NHK 大河ドラマ、どうする家康の撮影シーンただ中。その最中に電撃婚はありえないでしょうね、芸能プロ関係者。この日の撮影では、待機中にも佐藤と井上がニコッと微笑む瞬間も見られた。井上は佐藤について、超、喋らなくても二人でいられるような安心感がある。と語り、絶大な信頼を抱いているようだ。佐藤も自身の YouTube チャンネルで本作の撮影に言及した際、この人、松山、に頼らないと魔王を守れない、などと、井上の下の名前を何度も呼び捨てにするなど、距離感の近さが話題になっています。テレビ局関係者、作中でのラブストーリーの展開も大いに気になるが、それ以上に二人の恋路にも注目だ。フライデー、1月20、27日合併号より、フライデーデジタル。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願い。